すーちゃん、今日よく寝れた？よく寝れた。どんな夢見たの？赤ちゃん抱っこした。女の子でリボンついてるね。赤とピンクと青のドレス着てる。わーお。なんていう名前？ピカちゃん。ピカちゃん？かわいい。今日今どこにいるの、すーちゃん？ニューヨーク。どうぞ。ありがとうございます。ちょっとこの重たいからね、どうぞ入って。あら、誰かいるわこちらに。あら、Good morning. Good morning. Can I ask you some questions? Of course. How are you today? すーちゃん、今日元気ですか？What's your plan today? 今日はね、ニューヨークのサマーファンシーフードショーに私のうまみソースを持って展示してきます。 How long have you been in America? 何日目だろう。パパ何日目？あ、7日目かもしれない。7日目だ。7日目だって。かわいい。 What's your favorite food in the US? 今日リファイナリーホテルに泊まらせてもらってるんだけど、すごいアメリカンなルーフトップのレストランと1階のレストランに行ったんだけど、フレンチディップのサンドイッチとブルーベリーのさ、ニューヨークチーズケーキも美味しかったよね。 Anything you want to see in New York?あ、タイムズスクエアに行ってみたい。すごい近くなんだよね、ここね。このホテルすごい便利なところにあって、行ってみようね、後でね。 I know you've been like in America. What do you like about America? 私初めてニューヨークに来たんだけど、東京に似てない？街の作りも似てるし、気温とか湿度とかもそんなに違和感なく受け入れられてる。あ、住めるなって思う。まだちっちだけど。昨日さ、ここのリファイナリーホテルの方がピンポンって来てさ、そしてこれ開けよう、一緒に。寝ぼけてたんだよな。チュー。わお。かわいいでしょ。見て。キマーノ。え、ニューヨーク。結構ね。これ誰が食べたの？朝ごはん食べちゃったんだよね。これすっごい嬉しかった。見て、これみんな写真作ってくれてたの。写真が、食べれる写真を貼ってくれて。なんか大都会だからさ、そんなにこう人と人との距離が遠いのかなって思ったらさ、全然そんなことなくってさ、みんなウェルカムでめっちゃあったかいよね。 What are you gonna do tonight?チナイトはね、ファンミーティング、ニューヨークの着物子たちに会える。その会場もこのホテルのレストランの一つをお貸しいただいて、300人近い着物子に会える予定です。でもこんなさ、東京から遠いところのさ、ニューヨークの人たちがさ、着物マンを見てくれてるなんてちょっと信じられないよね。嬉しいよね。これ誰だ？できるけど、すーちゃんと、すーちゃんの方にこのカメラ置いてもう それですらもうちょっとしか使わないと。この先かな、今ぐるっと回ってきたからタイムスクエアね。わあ、すごいね。行きますか。いよいよですね。さあ、始まりました。始まりました。いよいよ、どんな感じか ね。これちょっと本当に初めての商品がしっかり出来上がった状態での展示会だ。今までさ、サンプルだったからね、うん、でも今回は味も決まってデザインももうフィックスしていくから確実に見つけたい。なんかいい、ね、出会いがあるというね。ね、本当だね。実際にちゃんとスーパーに置いてもらえたり、実際にどこかで取り扱ってもらえたりするチャンスがあるかもしれないけどね、うん、気を引き締めて頑張りましょう。あっち、あとでね。さっきね、そこにすごいあったから、お利口さんにしてね。じゃあね。バイ。ちょっと今回はスペースが広いよ。柴沼さんが半分も開けてくださったけど、どうしよう。慣れてきた。出すものは何が出すか。慣れてきたね。また。いい感じ。マミさん、some visitors here at 209 ブル。すーちゃん、ちっちゃいよね。で、ぶつけちゃったの？頭打っちゃったのか。病院屋さんです。頭が打ったんです。大丈夫ですか？じゃあ今日お手当てしましょうね。今昼食休憩、アメリカンなフライドチキンとスタバで
お昼休憩。ここからエリカちゃんとパパが立ち交代して、はい、パパがスーちゃん見ててね。頑張ってきてください。ここはこういう風に折る。こっち向きに。わあすごい。今日の尻尾できた。お花があって切るかな。こうやって。やったーできたー。やったー。そんな使い方わかるの？ディズニー。ディズニーする？すごいな。レトロな感じで可愛いね。ニューヨークって意外と近代的な感じだけじゃなくて素敵だね。あ、ここじゃん、スーちゃん。わ、素敵じゃん。この上になんか昔の線路がずっと通ってるみたい。わー、なんて素敵なところなの。ここ、今日のファンミーティングの会場はオープンスウェイ。すごい素敵。今日のホテルのレストランなの？リファイナリーがやってるグループレストランが10個ぐらいあった。その中の一つ。最高の場所か。最高ですよ。How long have you been in New York and what has been your favorite meal so far that you've had here? So far, 3 days. Oh, okay. And I ate French dip. You could share your goal for Kimono Mom, and like, are you going to make more sauce or products or YouTube videos? 私自身がこの活動をやっている理由っていうのは、母の家庭料理に助けられたっていうことがあるので、自分のルーツに誇りを持って強く生きていってほしいっていう願いがまず娘にあるんですけど、それも世界の人も強く生きていただきたいっていう思いでやっています。でもっと具体的なゴールとしては、こういう風にクッキングソースを届けたりとか、土鍋を届けたりとか、もっともっと海外の人が日本食を簡単に作れるアクセシブルにしたいです。Years ago, and I was looking for Japanese like food, Japanese culture. So I came across your video a few years ago before you moved to your new home. And so then I went back to your, so I saw the video and I was interested in like food preparation.So I saw that and I was like, okay, then I went back to your first videos, like where you put the makeup on, or like you were getting ready in the morning before, before you, you know, you were taking care of her, you were taking care of yourself. And then so I saw that. Yeah, se, na, ja, ke, ba! Oh! 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 Oh!今ファンミーティングがほとんど終わって140〜150人来てくださって、もう9時近いんだけどお空がこんなに明るいよ。全然空が黒くならないね。夏だからです。あ、夏だから、はい、そんなことあるの。冬だったら4時くらいに暗くなる。え、本当に、はい、8時から10時まではなんかこういう感じです。へー、すごい。ホテルがね、メディアを持ってね、それの取材を身内でやってます。自分たちで撮っていい？これに乗るんでしょ？うん、それとも言わずに。本当はさ、ホテルの方がさ、撮影をしてインタビューもしてくれるっていうお話だったんだけど、私たちがちょっと忙しくて予定を詰め込みすぎてホテルにゆっくり滞在してる時間がなくてね、今回インタビューはメールでしてくださって、撮影ももしできたら自分たちで撮って提出してくれたらいいよって言ってくださったから、こういう感じで。アリアナはもうあのニューヨークの取材のプロだから、ちょっといろいろディレクションいただいて、アリアナが書いてくれた記事は私のもうトップの記事で、喋っていい？あのグッドモーニングアメリカ書いてくれた記事だよって。 Inspires many people and なんかとってもあれでオポチュニティたくさんいただいたんだ。Oh, I am so happy that I was able to do that for you. You know, as a writer and a reporter, I'm just here to tell other people's stories and help them get a voice out there in the world. Do you sound Japanese? Oh, no, yeah.
私はアリアナです。Oh, great! Same. Yeah, we're all in the same age group. Yeah. Me too. うほーもう昨日ママアリアナとご飯食べてそのまんまその場で寝ちゃったわ。だから覚えてない、どうやって寝たか。スイちゃん昨日さファンミーティングからこっそり寝てさ、何のご飯もお水も飲んなかったもんね。マッケンチーズっていうのエイカちゃん大好きなんだって。美味しいよねこれ、グラタンみたい。昨日着物子いっぱい来てくれて嬉しかったね。賞味1日前に言ってさ150人以上集まるってすごくない？たくさん行きたかったけど行けないとかいう声ももらったしさ。何？え、昨日着物子にいっぱい会えて嬉しかったなと思って。ママひよちゃんどうだった？なんかこのご飯、この動画を見てくれてる人をさ、コメントとアイコン写真、名前しか知らないじゃん。本当にこんな遠いニューヨークから見てくれてる人がいるなんてね。私たち家族のことを何でも知ってる人がこのニューヨークにもいるってことで。不思議だね。本当ホテルの人にもよく知っていただいてるよね。昨日のさ、ファンミーティングのレストランもさ、5ヶ月前にオープンしたんだって。すっごい素敵な、あのスタッフの人も超素敵な人ばっかりだったよね。もうみんなね、最高のサービスだったよね。なんかさ、私ニューヨークってやっぱりなんか世界一の大都市やん。だからさ、関西にいた時に都会の人は冷たいって思っているようなイメージだったの。ニューヨークの人はなんか都会すぎて冷たいイメージがあったの、なんとなく。なんとなくね、あんまよく知らないんだけど。でもニューヨークの人も超ウェルカムしてくれるよね。みんないっぱいニューヨークのおすすめを教えてくれたし、フルーツどこで食べれるんだろう、美味しいフルーツ。パパフレッシュなフルーツが食べたい。今日フードショーであるかな。今日髪の毛どうする？1個ポニーお団子どんな感じするの？エルサ髪型。いいよ、編み込みの1個ね。エルサのさ、お洋服持ってる？エルサのお洋服は持ってない。エルサみたいなお洋服なんかあるか見てあげようか。見て。スーちゃんお疲れ様、本当にお疲れ様。なんかスーちゃんすごいよく頑張ってると思わない？めっちゃ頑張ってた。こうついてくるだけでも大変だよね、知らない国ね。疲れるよね。疲れるよね。周り知らない人ばっかりでね。スーちゃんもやっぱ飽きてくるよね。こういっぱいなんかここにお絵描きとかさ持ってきたけどね。偉いです、スーちゃん。本当によく頑張ってます。パパ、今回の展示会いかがですか？大収穫だ、ね、本当にタイミングよくいろんな方にお会いできて、この展示会によってまた一歩たくさんの方に日本食を楽しんでもらえれるようになるきっかけをつかめた感じがしない？もちろんどんな人が立ち止まってくれても嬉しいんだけど、一番嬉しいのはさ、グルテンフリーでお醤油食べれなかったのよとかさ、あとはヴィーガンだからとかさ、あとアルコールがダメだからとかいう方が That's why I made this sauce って書いて、だからこのソース作ったんだよって、なんか世界中の人にもっと日本食をアクセスボーにしたいし、もっと気楽に作ってほしいんだよねっていうことを、なんか私の思いを語ったら、ああ作ってくれてありがとうって、今日会った人に涙ぐんでくれたりさ、とっても幸せなお仕事だなと思ったわ。お、なんかほぼちょっとこの画角俳優さんみたいです。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あと10分で終わっちゃう。もうあと10分で終わるんだけども、じゃあ撤収しに行こうか。パパ、スーちゃん本当によく頑張ってるよね。いや頑張りました。偉いよ偉いよ。あ、照れてる。あ、照れてる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 。そんなスーちゃんにママとパパからプレゼントがあります。スーちゃん最近さ、文字が読めるようになってきて、数字が読めるようになってきたでしょ。なんだと思う？パパ見てみ、見てごらん。なんで照れちゃったの、すーちゃん。恥ずかしくなっちゃったの？よかった、嬉しい。すーちゃんがさ、自分の時計が欲しかったんだ、パパの時計を見てね。すーちゃん、開けてあげようね。開けて、ママ。いいよ。008って書いてある。あ、本当だ、今8時に設定してあるね。今本当は529だから、あとで合わせてあげるね。かっこいいね。あとでエリカちゃんにも見せてあげて。エリカちゃん来るの？うん、一緒にレストラン行くから。ああ、そか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 。
かさ、嫌いなおじさんにかけたら言ってね。え、どうして？だってさ、さ、テイルサだから、うん、魔法って消しちゃうもん。ママが嫌いなおじさんが来たら、スーちゃんが魔法かけて消してくれるの？うわ、頼もしいわ。どの魔法、どうやってやってくれる？魔法ってやってくれる？でもスーちゃんは誰にもついていかないでね。ママとパパとエリカちゃんだけね。お邪魔します。ありがとうございます。大会2日目が終わって、お疲れ様です。ニューヨークのもつ鍋屋さん、もつ鍋です。目つぶって。はい、そっち。バーン。はい、そっち。どれにしますか？あったね。うどん天ぷらのシュリンプ。OK。どうですか？ちょっと通してみて。へへ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 へ。今ライブやってんだ。今、あ、そうそう、今ライブやってる。今ライブ、そうそう、ライブやってるから僕ら今外出てきてるの。そうなんですね。ママ頑張ってるね。ママ頑張ってる、ね、ママ頑張ってる。遅くまですいませんでした。本当にありがとうございます。ありがとう、すいません、ありがとうございます。あー、足が辛い。ありがとう、すーちゃん。背中戻って。でも置物が、そのリボンに乗っていいのかって聞いてんだよ、スーちゃんは。置物なのに乗ってもいいのかって。そこ触っちゃいけないこと分かってんだよ。帯の上に座ってみて。これダメでしょ。すごい。いつも怒られるくらいだよね。うわ、やばい。あ、超気持ちいい。すごい気持ちいい。ありがとう。あ、何も持たないで乗ってんの？そう、体幹がしっかりしてる。はい、フードショー全部終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったね。3日なるね。足が棒みたいだ。すーちゃんもよく頑張りました。ありがとうね、待っててくれて。じゃあ今からタイムズスクエアに行きましょう。行きましょう。行きたかったんだよね。レッツゴー。え、予約が取れないの？予約が取れなかった。3時半だけ空いてたの。もうディナーでも何でもないけどいいね。素敵。オイスターバーだからちょうどいいよ。でも、うわー、素敵じゃん。まあ、パパがニューヨークに来るたびに来るレストラン。そうそう、大好きなの。来るたび絶対にここは来てる。世界でこれほど好きなレストランないって感じ。まあそうだな。世界一好きなレストランだって。あ、自由の女神ちょうど見えた。あ、本当だ、自由の女神だ。Yeah, this is your manufacturer? Yes. That's Korea.
umami. Umami for the umami sauce. Yeah. Where did you buy? So at H Mart, there's sometimes a small H Mart in K-Town will have it, but sometimes it doesn't because it's small. But there's a big H Mart more north New York, like Westchester area, and the H Mart is big, and so they have the sauce. So I buy it there. Everyone says H Mart. I've never been to tell me like what kind of store. So H Mart is an Asian owned and operated supermarket chain. I'm not sure who exactly runs it, but it's full of just different types of Asian products. Just Korean, Chinese, Japanese, like every kind of thing is in there. They have fruits, vegetables, meat, and then they'll have snacks. They even sell like the appliances, like what's that brand? Like Zarju? Yes, please. Okay. なんかいろんな人がいるね。田舎者はちょっとドキドキして怖い。多分私もそのいろんな人の中に入ってるんだろうけどね。すごいね。やっと来れましたタイムズスクエア。なんで私が来たかったかっていうとアリシア・キスのファンだから。ここなんだ。ここでライブしてたんだよね昔。今日さ、レイチェルの時、マロ閉まっちゃったよね。そう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 。パパとスーちゃんとアリアナだけ電車乗ってたよね。あれ違うか。え、ママとエリカちゃんだけが電車乗ってたのか。うん。いなくなっちゃった。あ、ってなったら、なんて言ってたの、そんなに。何でも言ってないよ。あ、行っちゃったねーって。お隣くっついた、今。Sorry we're late. I'm so sorry we're late. Welcome to New York. This is Henry. Wow, this is your mama. Oh, oh, it's yeah. Up. So we we'll have the job of watching other people's dogs. Maybe that happens. Hey there. すごい。スーちゃん見てブランコ。これは何？ブリトー。ブリトーか。ビーフブリトー。これはどうか。辛くないよ。辛くない。食べれる。おいしい。Be careful! 気をつけてよ。スーちゃん見たピザ大きいの。でかっ。見てみる？スーちゃんと同じぐらいじゃない？サイズ。3、2、1。うわー。
よかった、2枚とか頼まなくて。よかったじゃん、これ1枚で十分すぎだよ。これ1枚。こんなに大きいピザ見たことないんだけど。すごいね。ちょっと大きすぎない、すーちゃん、これ。よかった。口をやってた。うわ、チーズ美味しそう。これ、すーちゃんの顔より大きいんじゃない？すーちゃん、手止めてみ。どれだけ大きいか分かるよ。大きいね。お顔より大きいじゃん。最終日にやっとニューヨークピザ。みんな食べろ食べろって言うもんね。やば、おいしい、やば。おいしいな。すーちゃんが選んだのおいしいでしょ。すーちゃんが選んだんだよね。おいしいね。ピザってすーちゃんが好きなものしか乗ってないからな。トマトとチーズとパンっていう。わあ、パパすごいじゃん。あった。いいね。あそこにあった。もう帰ってきたよ。私たちの ANA があった。一番最後帰るよ、すーちゃん。お疲れ様。美味しいね。ちょっと元気になってきた。もう眠気が。ママの食べてる。まだアメリカ大陸に。マジ？違うから。今もう10時間ぐらい乗ったような気がするけど。乗った気がする。アメリカどんだけ広いの？ああ、よく見える。面白い。アラスカだ、アラスカ。すごい長かった。お疲れ様、すーちゃん。よく頑張りました。偉かった、本当に良かった。 ANA and our Star Alliance partner. We look forward to seeing you again. Thank you. 日本に着きましたで、やっと着きました。やっと着きました。今タクシーで自宅へ帰ってます。2週間ぶりの自宅かな。そう、2週間だね。お疲れ様。疲れたね。今何時だ。まあ4時半か。帰ってちょうど晩ご飯の時間だね。お魚の干物とかも冷凍しちゃうし、白お米が炊き食べたい。白お米さっと炊こうよ。お米とお味噌汁とお魚と2週間。もう全然それで梅干しとでもいいぐらい。ね、そうだよね。すーちゃんもよく頑張ったね、この旅ね。すーちゃん、パパそばない？めっちゃ頑張ったな。めっちゃ頑張りました。よく頑張りました。帰ろうか。いつものうち帰る？連れて帰ってあげよう。お風呂に入りたい。お風呂入ろう。湯船に浸かりたい。湯船に浸かって。何より湯船に浸かりたいわ。片付けもちょっと明日になっちゃうかもしれないけど、湯船に浸かって、すーちゃんとパパがお風呂入ってる間、ママご飯作っとこう。あんな小さい椅子でさ、遠かったよね。13時間よく座ってたよな。本当だよ、よく頑張ったよ。